ははい皆さんこんばんこば村長です今日はバージョンがですね2.0これにアップデートしました何歩ほど毎日アップデートするんだよって感じだと思うんですけれどもとってもですね今回も2.0というのは素晴らしいコード進行を指南できる機能がつきました1.9でできるようになりました編集とかそういうのがとっても良くなっていますので 細かいところは以前の動画を見てください。そして今回はバージョン2.0で追加された機能を中心にお話しします。まず右側にコード進行のプロンプトジェネレーターがありますので、細かいことはちょっとさておき、このオレンジのボタンを押して、そしてプロンプトを作成します。そしてそれをクリップボードにコピーしまして、 そしてこちらに Ctrl-V で貼り付けをしますそうしましたらここが右クリックをした時に専門家メニューのコード進行アシストこれになっていることが重要ですはいこのようになりましたらセンド送信で押しますこのようにセキュリティの画面が出られる方はここで許可をしてください しばらくするとチャット GPT からコード進行が指南されます。このように出てきましたね。僕のこのチャットエキスパートはこのようにとっても整形された状態で出てきます。ですがまあそれはあまり気にしないでもいいわけです。ここでですね、このようになぞります。なぞりまして右クリックしてコード進行再生これを押すとですね、 こんなな画面になっててそして編集が効きますこで編集ができるんですけれども僕の今回のアップデートはこの右の下の方に「入力補助」というのがつきました例えばここにコード進行をプラスしたいという時にはここでまずキーを選びます例えば F シャープというのを押します 今の C のキーにはおかしいのはあえて分かっておりますがそこはご了承ください F シャープを選んだらこのように入ります例えばマイナー7であったらここにマイナー7をつけますさらにですねオンコードとかもつけれるようにここでですね複合的にスラッシュを押してそして今度は D にするのであればこちらの方を選びまして D というのを選びます。このようにつきまして、そしてこの黄色のボタンで小節区切りをしていただきます。例えばここの C というのにですね、追加でスペース入れまして、そして Am マイというのを入れてみましょう。A とマ Am。もちろんタイプの速い人は、どん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 打ってくれたらいいわけです。このように選択をしていくだけで、 入力ができるようになりました今回「バージョン2.0」という名前にしたというのはですねもうこれはちょっとした DTM の革命とでも言いましょうか今までは楽譜入力 MIDI ピアノロール入力また最近であればプラグインでですね「スケーラー2」とかいうようなものでコードを入れる。 いわゆるバッキングを作るのにはそういうやり方もありましたが僕が提唱したいのはじゃあこれって今ワープロみたいな感じですよねここに区切り線を入れて次に F のキーとかですねこうやって入れていく本当にワープロ感覚ですねもちろん手で打つこともできます g マイナーと打ってみますこのようにすると音が鳴る ということです今回のアップデートで今120という速さになってますがここを150というふうに入力をしていただきます。前に追加しました「一時停止」というのも聞きます。 はい、再開もできますはい。 最後の小説、ちょっとおかしな違和感があったと思うんですが、F シャープマイナー7 on D という風にしてたからです。このように、これはサンプルと思ってくださいね。そうしまして、今150にしてますよね。前回まではこれで一回ウィンゾーを閉じてみます。そうしまして、まあ次、この部分だけとかいう風にしたいときですね。これをやるとですね、ここが 120にまた戻ってしまってました。このようにですね、アプリを終了するまではずっと自分が設定したこの速さになるようになっています。ここもちょっと便利になったと思ってください。あとはこれで MIDI のエキスポートができて DAW と連携ができます。ちょっと出してみましょう。はい。 このようにしましたら書き出しができました。MIDI のホルダーを見てみます。はい、このようにホルダーにできています。これですね、ちょっと今のところバグではないんですけれども、次のことを考えているためにこのようにしてみますが、この日付の内分ですね、これは次のバージョンではちょっとカットするかもわかりません。でも、これでですね、 DAW との連携ができるようになっています。でも今は DAW の連携はドラッグでできるということだけは前の動画でも確認していただいてますので、ここではですね、Windows Media Player で MIDI として音を鳴らしてみます。ここで再生ボタンを押します。 はい、このようにね、出してから、こういうプレイヤーで再生をするといつでも止めれますよね。まあ、こういう使い方もいいんではないかなと思います。一応 DAW の方にもドラッグドロップで出してみます。はい、これを消しました。そうしまして、これを出しておきます。そしてあとはドラッグするだけです。 今ユージアムの「防具という音源が入っていますのでこれで簡単に鳴らしてみましょうこんな感じになるということです。今日はは詳しい話はもう前の 動画を見ていただくことにしまして、バージョン2.0でできました編集機能。それには、この入力補助というのがついたということです。ですから、これをちょっと一旦閉じますね。こういう状態がありますけれども、ここでですね、一旦これもクリアしてみます。はい。そうしまして、今何にもない状態ですよね。この時にでも、今までは、 コードが何かないとですね、できなかったんですが、右クリックしていただいて、コード進行再生というのにしましたら、今回の2.0というバージョンから、こんな風にウィンドウがちゃんと出てきまして、ここにコードをルールに基づいて書きましょうというね、いわゆるワープロで言えば、白紙というのが出てくるようになりました。クリックをすると、この文字が消えます。はい。 ここで1から書いていけるということです。1から書いてみましょう。C、はい区切りマーク。次は A マイナー打ってみましょう。A マイナー、F、半小節送りで F マイナー。 そうし,ま,してまあ王道のコード進行ですけれどもそして C に戻るとはい打つのが早い人はもう打つ方が早いですねそしてちょっとルールの中で このように先頭に小節記号は入っていませんが、これでもちゃんとなります。えー、鳴らしてみましょう。テンポは150、そして8ビートにしてみましょう。はい、こんな風な感じですし、全音符でやれば、 はい。全音符としたのにですね、F と Am はやはりちゃんと1回ずつ鳴りましたよね。これもね、皆さんにとったら、うん、当たり前と思うんですけれどもですね、全音符で鳴らすって言ってるのにコードが2つあったりしたらですね、ものすごくプログラム的にはとっても頑張ったんです。まあ、今日のところはこんなお話でした。皆さん、ぜひとも無料ですので使ってください。え無料と言いましても、 チャット GPT API の AP 利用料だけがいります。僕の場合ででもですね今月こんなに開発をしてても大体300円ぐらいでした皆さんの場合100円使おうと思ったらですね本当に毎日毎日触らないと100円にならないほどとっても安い料金でチャット GPT の API 利用料というのは使えますので、えー、皆さん登録をして契約をしてですね もう嫌で使わなくって、またこれからチャット g p t を上回るいろんなものが出てきたとしてもですね、使わなかったらゼロ円です。そしてまあヒントとしてですね、チャット g p t にはプラスというのがありますけれども、こういうコードを押して僕のソフトを使っていただくんであれば、プラスの2600円というのはとってももったいないですよ。OpenAI さんに怒られるかもわかりませんけれども、それは 契約を一般的な人はしない方がいいのじゃないかなプラスになって確かに賢い GPT-4 というのが使えたりはしますけれどもでも GPT-4 も早いわけでもないですしですねですから特別何か AI を研究するとかいうことじゃない限りは 本家フリーの分を使われてですね、僕のソフトはいっぱいいろんなエキスパートメニューというのがとってもたくさんありましてですねこういうふうに専門家いっぱいありますしもしそうじゃない時はここでユーダーシステムロールというのを使えばですね皆さん自分好みのチャット GPT になります。 釣りがものすごく好きで、それも海釣りが好きだったらですね、ユーダーシステムロールというのを選択して、ここの文章ですね。この文章に、例えば、あなたはということで、チャット GPT 君に、あなたはこういうふうになりなさいよということを言うんです。あなたはというのは、もう勝手についていますので、釣りの上手な名人です。海釣りのことが特に得意な分野です。 詳細な回答をしてくださいというようなこれは一例ですけれどもそういうふうにすればより強くなりますそういうようなシステムロールというのを僕は皆さんに解放しましたこの解放をしない限りですねプログラマーでない人はチャット GPT を強くすると言ってもですねプロンプトで一生懸命書かないといけないんですねでもししばらら、くしてたらまた、ま プロンプトは一般的な話をしたり専門家にはなってくれたりしません。でもシステムロールという場所にこれでプログラムで書き込めばずっと電源を切るまではその専門家になって皆さんの対応をしてくれるわけです。そこらも上手に使えば皆さんが僕が考える以上の素晴らしいチャット GPT を 開発と言ったらちょっと大げさですけれどもそういう自分好みに作ることができるこれもできますので今日は2.0だけの話と言いながら余談までしてしまいましたけれども是非とも上手に使ってください村長スタジオでした